Ah!
間違いない。
すべては。これについてだが。ありがとうございます。これについてだが。ありがとうございます。これについてだが。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。では、またのお越しを。
ところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。なあ、なぜだ。なぜ私はこうも破れる。力とは守るものがあってこそ限界を超えることができる。愛するものを失い、愛することをやめた時、あなたはすでに負けていた。そうか。皮肉なものだ。 力を求めるがゆえに失ったものが私の敗因であるとはな。アルカードよ、教えてくれ。リサは最後に何と言ったのだ。人間を恨んではいけない。もし人間が許されない存在であるなら、自ら滅びの道を歩む。 その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではないと。そして父上、あなたを永遠に愛していると。リサ、私は間違っていたのか。
無事だったようだな。アルカード、よかった。あなたも無事だったのね。すまない。俺のせいで、また実の父を。気にするな。自分の宿命ゆえに奴を倒さねばならなかっただけだ。そう言ってくれると助かる。だが、よく覚えておいてくれ。この世界に破滅をもたらすことができるのは、奴じゃない。人間自分自身だということを。わかった。肝に銘じておこう。アルカード、これからどうするの？俺の体に流れる呪われた血は、この世界には不要だ。人目につかぬ方がよかろう。そう。では、さらばだ。もう二度と会うこともあるまい。アルカード。いいのか、マリア。追わなくても。いいの。今の私では、彼の心の傷を癒してあげることはできない。それに、また会える気がする。その時には、きっと。そうか。さあ、行きましょう。みんなが待ってるわ。ああ。I'm